先日 Amazon で注文していた GoPro、Hero 4セッションが先ほど届きました。GoPro はね、初めて買いましたけど、まあ中開けてみたいと思います。はい、このようにね、結構頑丈に梱包されています。これはどうやって開けるのかな。何か音がする。おいしい。ここに開け方書いてあるのか。はい、ここにね、矢印みたいなものがあります。このシールというかテープを剥がして、ガラスケースが外れました。これはくっついてますね。これの中に、これは外れないのかな。この箱の中に説明書とかがね、入ってるようです。これは何か取れない。どうやって取るかな。今ね、この蓋開きました。取り出し方がちょっといまいちよく分かりませんでしたけどね、とりあえず中身はこれで出します。おっとっとっと、多分これ取り出し方が違うと思いますけど、これは USB ケーブルですね。はい、本体がなぜか箱から取れない状態です。これは引っ張ったら壊れちゃいそうな気がする。どういうことだ。はい、これね、先ほど取り方が分からなくてね、ちょっと悩んだんですけど、よく見たらここに図で書いてありますね。これを見て、まあ、1、2って書いてありますね。ですから、そこをつまんで前に引っ張る、そういう意味なんですよね。最初ね、箱にこのような状態でついてますけど、ここを軽くつまんで前に引っ張ります。はい、取れましたね。それほど悩むことではありませんね。これ、ここに爪がついてます、ね。はい、はい、それでは今回はこの GoPro Hero 4セッションと、こちらのソニーのハンディカム、これはね、6年ぐらい前に買ったものです。 HDR-CX120 ですね。もうここのシールがね、剥がれてます。結構まあ古くなってきましたけど、でも画質は結構いいんですよ。これね、もう6年経ちますけど、この今回購入した Hero 4セッションとこちらのソニーのハンディカム、画質とかね、画角、音質などを比べてみたいと思います。
GoPro Hero 4セッションで撮影してみました。やはりハンディカムで撮った映像と比べるとね、画角がすごいワイドで撮れてますんで、映ってる世界が違いますね。まあ音質、音量に関してはあまり大きな音を拾わないように工夫されてるみたいで、ここにマイクがついてますね。そして後ろにも、ここにもマイクがついてます。風切り音を防ぐためにわざとこういう設計がされていると思います。もしね、音をもっと大きくしたいのであれば、編集するときにね、編集ソフトで音量を上げてやればいいと思います。そしてスイッチなんですけどね、撮影スイッチはこの頭についているこれです。これを1回押すと撮影が開始されます。そして、ね、撮影を止めるときはもちろんここも一度押します。では実際にやってみたいと思います。ここを押すと、はい、ピピピッと3回ぐらい鳴りましたね。ビープ音が鳴りました。撮影している間は赤いランプが点滅します。あ、今止まってしまいましたね。これは多分エラーかな。もう一度。そしてボタンですけどね、この頭の上のボタンと背中にあるこちらですね、まあ、これは Wi-Fi とつなげるときやカメラの設定を行うときに使うんですけど、細かい設定はスマートフォンを使ってすることができます。では実際にスマートフォンとつなげてみたいと思います。この後ろのボタンを押します。そうするとここにね、表示されます。カメラセッティングではないですね。これですね、アプリと書いてありますけど、これでボタンを押して、そしてスマートフォンの方も今どうなってるんだろうな。はい、接続されました。まあ、接続されましたんでね、こちら、あ、光りましたね。はい、今接続されましたんで、このスマートフォンの方に今撮影されているものが映ります。一応リアルタイムで映るんですけど、若干の時間の誤差がありますね。1秒か2秒かね、そのぐらいですんで、そんな大した差はありません。はい、そして撮影を開始するためのボタンですけどね、こちらスマートフォンでもできます。もちろん本体のね、頭の上のボタンでもできます。試しに1回ね、撮影してみたいと思います。はい、ビープ音が鳴りました。今撮影が開始されている状態、撮影されてる、撮影している状態ですと、この赤いランプが点滅します。はい、撮影されている間はね、赤いランプがずっと点滅を続けます。それでは撮影を止めたいと思います。このボタンを、はい、ピピピッと3回鳴って撮影終了しましたね。今のビープ音は設定で音を小さくしたり、音を全く鳴らなくする設定ができます。設定はまあこちらのね、スマートフォンでこれですね。
はい、これでいろんな設定ができます。全部英語ですんでね、ちょっと設定するときに戸惑うかもしれませんけど、まあ慣れてしまえばね、大丈夫だと思います。はい、今 Wi-Fi につながっていますんで、Wi-Fi につながってる間はね、カメラのここが青く光ります。点滅を定期的にね、定期的に青いランプがね、点滅しています。はい、それではね、このカメラのいいところ、悪いところを僕なりに挙げてみたいと思います。まず、いいところ、防水性があるということですね。雨に濡れても大丈夫ですし、水の中に入っても大丈夫です。実際に僕はこれ、釣り堀でね、水の中に入れて魚の様子を撮影したんですけど、すごく綺麗に撮れてました。水の中の音も、魚が泳いでる音ですかね、あれ。水の音もちゃんと拾ってました。はい、まあ水深10メートルまで大丈夫だということです。そして小型なのでね、小型で目立たないですから、持ち歩きにとても便利ですよね。旅行に出かけるときとか、そしてまあ一番の魅力はやはり撮影される映像の画角が広い、とても広い範囲を撮影できる、それがね、一番の魅力だと思います。あとはまあ操作が簡単。ボタンはこの撮影開始ボタンと後ろのセレクトボタンの2つだけしかありません。普段電源は入ってない状態ですけど、これ電源と撮影ボタンが同じなんですよね。赤いボタンを押すと電源が入ると同時に撮影が始まります。とても簡単な操作ですね。はい、そしてこのカメラのまあ欠点ですね、バッテリーがそれほど長く持たない。まあこんなにコンパクトですからね、内蔵されてるバッテリーもそんなに大きくないと思います。ですからまあその辺は仕方ないですよね。実際に僕も先日、観光地にね、持ってったんですけど、まあポイントポイントで使うだけでしたのでね、その時は1日持ちました。ね、いろんな撮影して、もう家に帰ってきた頃にちょうどバッテリー残量表示がね、ゼロになってまして、まあそれでもまだね、少し撮影できました。1日、まあこれと他にメインカメラがあれば全然大丈夫だと思います。はい、あとは手ブレ補正機能がついてませんので、まあ若干ブレてしまうことがありますね。歩きながら撮影する場合なんかね、特にまあ歩き方に注意するというか、ゆっくり歩いた方がいいと思います。あとまあズーム機能ですね。もちろんズーム機能がありませんので、常にこの全体を映す。ズームしたい時はまあ自分からね、その被写体に寄っていけばいいんですね。このカメラを自分でその映したいものの近くに寄っていく。で、話したい場合はやっぱ自分で話すんですね。自分の足で歩いて、まあそういう撮影もとても楽しいですね。そのぐらいですね。まあ、あとはね、使っていくうちに、いろんなことが分かってくると思いますので、またね、しばらく使ってみてからレビューをしたいと思います。最後にまあ説明書ですけど、小さい説明書がついてます。結構分厚いんですよね。前半はね、英語なんですよ。まあ、英語ですから読むことはないですね。後半が日本語になってます。ですから、半分英語で半分日本語。内容は同じだと思います。はい。まあ、これをね、よく読んでみるとね、いろんなことがわかります。設定もね、いろんな設定ができるようですので、まあ、勉強してから使う。まあ、使いながら勉強していくのが一番ですね。はい。
ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。でこの後ね、実際にこのカメラで撮影した映像を公開したいと思いますので、続けてご覧になりたい方はどうぞそのままご覧ください。はい、今ね、白糸の滝に到着しました。現在地は白糸の滝です。まあ、あとでタヌキ湖に行く予定です。こちらの方ですね。では、ここだけで何月に来ましたか。夏？秋？太陽から沈んでいる。もうやらないですよね。なのでね、これ防水カメラでもありますので、ちょっと水の中に入ってみたいと思います。
分セリだと思います。セリ、これですね、食べれると思いますけど、セリですね。飛行機雲発見。ちょうど飛行機が今飛んでますね。飛行機雲。そして桜。今日はね、4月9日です。桜はもう散り始めてますけどね。ちょうどいい感じかもしれない。満開。近づけるとピントは合わないと思います。ちょうど太陽が今上にあります。はい。ビンズ。あ、ビンズ。うん、お瓶水なんでしょう。お瓶水、ここに書いてありました。1193年、何か歴史的なことが書いてあります。はい、お瓶水、タンポポあります。タンポポ。これは美味しい。美味しい。タンポポ。そう、私昨日タンポポ食べましたよ。昨日？昨日。食べたの？はい。美味しいでしょ？美味しかった。タンポポはね、私の家の周りにたくさんありますね。よかった。はい。おびみ。冗談。冗談の空気。うん。餃子の具に。魚？魚？マンチュー、肉まん。はい、ここはね、このように何か祀られていますね。ここにはろうそくがあります。何かお祈りする場所でしょうかね。お、ここはちょっと怖いな。落ちた場所に、ね、お金が5円とか1円玉が見えます、うん、
のように何か祀られています。水はとても綺麗です。はい、ここにお客さんが来ました。見ましょう。よいしょよいしょ。ここから自撮りしてみよう。ここにカメラを置きます。斜めか、こんな感じかな。ここにも桜がありました。鳥は何でしょう。カモ？カモじゃないな。ガチョウかな。アヒルかな。水が多いです。そこには魚釣りをしている人がいます。私、大きいの桜好きです、うん、そうですか。大きい桜は綺麗ですね、見えました。あ、かわいい。かわいい。よかったね。そんな写真撮るんで。うん、サチサチ。ヘビがいました。いたよ。おー、あれか。結構太いよ。でけえな。太かったもん、今ここにだから最後。こっち向いてる。こっち来てる。また出てくるよ。どうで今日、じゃあかば焼きか。かば焼きだ。
種類の違う桜ですね。ここに川はいますね、その魚です。こちらの方竿になります。ここに針がついたのが糸くるくるって巻いてあります、はい、餌はお魚の粉と強力粉を合わせて練ったものです。あ、そうですか、はい、でこのくらいちっちゃくつけていただいて、はい、取れば、はいはい、お魚釣れましたらこれに入れてお水を汲んで後ろの方に置いてください。はいはい、釣り池が手前のこの池になりますので、はい、こちら側だけで、あそこ向こう側がヤマメのです。山で多少ポトンって落ちたりするあの仕掛けもありますので、こちら側だけで、はい、あ、分かりました。あっという間でした。はい、ニジマスです。はい、では、ね、餌をつけましたんで、空。はい、釣れました。ちょっと待って、よし、おお、どうした、おー、来た来た来た、おい来た、おい来た来た、ニジマスが来た、おお、強いな、引きが、よし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 、はい、釣れました。ニジマス、写真お願いします。おお。すごい勢いだ。
も軽く入れますか。まあ、軽くで、え、軽くで、え、1700円に400円なので2100円になります。はい、あ、じゃあ頂戴して、はい、ありがとうございました。はい。Thank you.